日岩手県そして宮城県訪問させていただき、主に水産業観光業に関わっている皆さんを中心に車座になっていろいろな意見を聞かせていただく機会を持たせていただきました。また福島においては大変厳しい現実があります。こうしたこの現実に対してもしっかりと向き合い、政治としての責任を果たしていかなければいけない。このように東北被災地全体をしっかり考えながら、引き続き被災地の皆さんの心に寄り添って、そして現場の声をしっかり聞きながら、再生そして復興にしっかり取り組んでいきたいと考えております。